でしょうか。はい、今日のテーマはですね、先週が男性の更年期障害についてということだったので、はい、まあ、今週に関しましてはその女性のですね、更年期障害についてお話しさせていただきたいと思って資料を持ってまいりました。はい、はい、まさに年齢的に非常に気になるテーマですけれども、はい、まず最初に先生、更年期障害というのはどういった疾患なのか教えていただけますか。はい、まず女性の場合ですね、この、閉経を機にですね、体の基本的なそのバランスが崩れることによってですね、いろんなその不定症状が出てくる、まあ、女性特有の、まあ、症状、これがですね、女性のその更年期障害というわけなんですね。うん、今先生、まあ、閉経を機にっておっしゃいましたけれども、はい、必ず閉経をした後にやってくるものっていうふうに捉えるんでしょうか。はい、そのいや、そうですね、その、はい、大体まあ閉経のですね、うん、5年前後というふうな形で表現され、はい、る表現されている部分もありますよね。はい、はい、ですから、まあ、やはりその閉経に近くなってきた女性から、まあ、閉経を、まあ、迎えられたその後の女性まで、まあ、ある意味、まあ、幅は広いというふうなことですよね。はい、自覚症状といったらどういったものが出てくるんでしょうか。はい、よく言われますのはですね、やはりのぼせですよね。まあ、急にこうカーッとこう熱くなってくる、まあ、そういうふうな表現だとか、あとそれに伴ってですね、急な発汗ですよね。はい、汗が噴き出すようにこう出てくるんですとか、もう全身からもう全身の毛穴がこう開いたようななんて表現される方もいらっしゃいますけども、はい、あとはやはりその、まあ、めまいであったり、あと不眠、イライラ、不安感、動悸、息切れ、あと頭重感であったり頭痛であったり、まあ、こういうふうなものものですね、自覚症状がこの女性の更年期障害が見られる症状なんですね。はい、では症例お二人紹介していただきます。はい、まずお一人目はですね、まあ、今日のタイトルであります更年期障害ということで病院の方でも診断されて、まあ、実際にうちの方にもご相談された方の症例なんですが、まず細かい自覚症状としましてはですね、まずイライラ感が強くてですね、不眠になることがあると、うん、で先ほどお話ししましたように、やはりこの方もですね、急にこうカーッとですね、熱くなって汗が出ると、で急にこう冷めてしまうと、はい、でたまにですね、動悸することがあって、夏場でも手足のその先が冷えやすいと、うん、で両手のですね、手のひらにこう湿疹ができる、まあ、痒みが強いと、であとこの方は体質的な面としましてですね、アトピー性皮膚炎 でまた子宮筋腫で過去において、まあ、通院された、まあ、治療された経験がある方なんですね。でこの方にですね、服用していただいた漢方のお薬としましてはですね、神逍遙散号始末湯というお薬なんです。はい、でこの方 の、まあ、経過状況をご紹介しますとですね、まず服用してから2週間経った時点で、まあ、ご来店された時にはですね、多少のぼせがですね、収まってきたかなと。で1ヶ月経過した時点ではですね、さらにこのイライラすること、これがなくなってきたんですよね。で、しかも手足がですね、温かく感じるようになってきたなんてことをおっしゃられたんです。で3ヶ月経過した時点ではですね、このカーッとこう熱くなってこう汗が噴き出す、こういうふうなことがですね、なくなってきて、まあ、最近手のひらのこの主婦湿疹はそんなに出なくなって、痒みも楽だというようなことをおっしゃられたんです。で5ヶ月経過した時点ではですね、顔ののぼせ、急なその発汗、イライラ、これは全くなくなったと。で7ヶ月経過した時点ではですね、まあ、精神的にも落ち着いて、まあ、ドクターの方からこの病院の薬もですね、まあ、減らしていきましょうということを言われたということと、あとご本人も体調は非常に、まあ、調子がいいという方の、まあ、改善例なんですね。はい、はい、続いてお二人目お願いします。はい、お二人目はですね、同じようにですね、急にこうカーッと汗が出ると、うん、で手足がこの方も冷えてですね、顔ものぼせると。でこの方の場合ですね、耳鳴りがたまにすることがあってですね、イライラしてですね、日によってはこの不眠になって、でめまいがですね、起きるんですね。はい、で病院の方ではその以前にこう自律神経失調症と診断されたこともあってですね、で肝機能がこの方非常にこう、まあ、悪いんですね。で病院の方からはまあちょっとしたその安定剤をいただいて、夜こう寝れない時に飲んでますという方の症例なんです。
でこちらの方にはですね、女神酸というお薬を、まあ、服用していただきましてですね、で経過をご紹介しますと、服用して1ヶ月経った時点でですね、言われたのがまず手足の冷え、あとのぼせ、これが少し良くなった感じがするんですけども、イライラ感だとかめまい、これはもう、まあ、変化ありませんと。で2ヶ月経った時点でのコメントがですね、このカーッと汗が出ることがなくなってきた、まあ、そういうふうなことを言われてました。で4ヶ月経った時点ではですね、めまい、イライラ、不眠、これは本当に良くなりましたよということで、6ヶ月経過した時点ではですね、まあ、最近ではこの不安感もなくなって、まあ、全ての症状が良くなってますということで、まあ、現在も続けられている方の症例なんですね。はい、更年期障害というと何年も大変な思いされる方もいらっしゃると聞きますので、はいはい、この今日ご紹介していただいた症例のお二人は7ヶ月、はい、そして約6ヶ月で、はい、改善が見られたということで、はい、これはこうご自身に、はい、まあ、漢方薬が、はい、処方していただいた漢方薬が合っていたということもあるのかなというふうに思うんですけれども、だけどこうどのぐらい様子を見てそれが合っている合ってないっていう、のは判断されるんですか？そうですね、やはり少なくともやっぱり1ヶ月に1回は、まあ、来ていただいて、はい、どういうような状況になるかをやっぱり確認はさせていただいてますよね。はい、まあ、もっと細かい分で、まあ、来ていただいている方もいらっしゃいますけども、うん、やはりその定期的にやはりその方の動向を見ていかないといけないというのはやはりあると思います。うん、やはりその漢方に関しましては、まあ、西洋医薬と違って機械でこうデジタル化したその数字化されたというんですか、まあ、数字化されたというのはないわけですよね。ですからやはりその流れを細かく追っていく、これってね、非常にこう漢方治療ではこう、うん、必要になってきますし、まあ、重要なポイントになってくると思いますので、はい、まず状況を知るという、うん、流れをこう捉えて、これがもうやはり小沢さんが言われた回答、お答えなんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は女性の更年期障害についてお話しいただきました。ここまで尾身秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の尾身秀幸先生とお送りしました。尾身先生、ありがとうございました。ありがとうございました。